どうもピン芸人の宮武善太です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、はい、いつもと、ちょっと変わりまして、はいはい、なんか奥村くんが失踪したということでですね、またですか。そうなんですよ。もうね、これからはもう善太さんで行きたいなと。いないと何を言われるか分かんない番組というやつですので。いやいやね、奥村が失踪した時だけ来るっていう話をやらせていただければ。すっかりそこ、失踪にはツッコミが何もないっていうところがすごいよなっていうところだけど。まあ、いやいやいや、そうなんですよ。だから前回来させてもらった時は、はい、僕は面白そう出る前で、そうでした、そうでした。それで占いもしましたよね、はい、そうなんですよ。占っていただいて、その時これその運気的に決まるかもしれないよみたいな、はい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 、言っていただいて、でその時またさらに言われたのが、その決まってテレビ出るけど、その1年はそこまでかもしれないみたいな。でその次の年良くなるよって言われたんで、今確かにそこまでなんですけど、来年を期待して生きれてます。しっかり先生にその来年いいって言ってもらえたんで。私もね、占った責任上ね、見ました。お面白そう、ちゃんと見ております。ありがとうございます。3位でしたよね。そうですね、ですよ、3位でしたよね。そうそう、ああ、だから優勝ではないけども、まあ3位いいとこつけてるじゃんみたいな感じでですね、はい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 、でやっぱり面白そうからブレイクした芸人はほら売れるじゃないですか。そうですよね、みんな結構いい感じになってますもんね。でもあれからはなんか仕事とか増えてません？いや、仕事自体は、まあ、ちょくちょくはさせてもらってますね、うんうんうん、やっぱ今まで全然なかったとこからこう少しさせてもらってるっていう感じなんですけど、でもその来る仕事は結構なんていうんですか、やっぱ芸人からするといい感じの仕事というか。いいじゃないですか、はい、まさしくいいとこつけてるじゃないですかね。そうですね、いやいや、ちょくちょくではありますけど、ね、いやいや、素晴らしい素晴らしい。これでまあ別に占いの通りにする必要はないから、もう今年ブレイクしちゃっても構わない。そうですね、ぜひしたいと思ったんですけれども。はい、ということで、はい、まあ冗談はさておきですね。冗談だ。本題に入りたいと思います。はい、かしこまりました。食べるだけで運気上昇、2023年4月の開運フード。はい、開運法シリーズ月始めにね、開運法いろんなのご紹介してるんですけども、その中の開運フードということで、はい、その月によって、食べると運が良くなるよっていう食材がね、まあ、毎月毎月変わるわけなんですね。なるほど。で、まあ、食材って今言っちゃいましたけど、その時によって、調理法であったり、パッケージであったり、いろんなその分け方があって、必ずしも食材とは限らないのですが、4月はですね、はい、匂いの強いものを食べていただきたいということになります。なるほど。まあこれ人によってね、苦手だっていう方もいるかもしれませんし、あとそもそも匂いが強いって結構主観的なもんじゃないですか。そうですよね。あんまり私気にならないっていう人もいるし、もうちょっとでも私はもうこれ臭くてダメっていう人もいますけど、今月はまあその方その方の主観で結構ですので、なるべく匂いの強いものを食べていただきたい。なるほど。で、もちろん食後の、歯磨きは、ね、エチケットは忘れないようにということになりますけれども。なるほど。臭いもの食ってるとね、本人はもうほら匂いってすぐバカになるから分かんなくなるじゃないですか。で、全く匂ってないつもりだけど、周りの人がなんでこんな嫌な顔をするんだろうみたいなあるじゃないですか。だからそこはね、エチケットはね、ちゃんと心得てということになります。あ、なるほど。じゃあその匂いの強いものっていうのは、じゃあニンニクとかそういうことでもいい？でももちろん構わないし、なんだろうな、あとまあもろもろいろんなの、納豆とかも人によっては匂いきついとか言いますよね。じゃあ全然すごい、その身近にあるそのちょっと匂いの強いもので全然いい。そうですそうです、そんな特別に何万円もするものを買ってこいとかいう話ではありませんので、普通のスーパーでこう食材見て、これはちょっと匂い強そうだなとかね、じゃあわざわざピータンとか買いに行かなくていいってこと、ね、草屋の干物は常備しといてください。なるほど。なんか好きなものあります？匂いのきついもので。どうですかね、最近だとインドカレーとかスパイスカレーとかめちゃめちゃハマってるんで。 あれハマる人ハマるよね。なんか自分で調合したりするよね、これ自分でもスパイスやったりするんで、まあ、あれとかも結構お前匂い強いって思えば強いって感じで。いやいや、なかなかだと思いますよ、あれ、ね、なるほど。昔私ネット上でね、カレーのこうレトルトのカレーだったんだけれども、はいはいはい、インド人完全蒸しカレーっていうカレーがあったんですよ。なんですか、それで。パッケージのところにカレーがドンと写ってて、下にちっちゃくインド人の写真がターバン巻いた人が写ってるんだけど、要はカレー開発するにあたってインド人シェフ呼んできて意見を聞いたんだって、はい、で試作するとなんかダメ出しがいっぱいあったんで、最後ぶち切れて、もううっせえよバカ野郎って言って
そいつの言うこと全部無視して作ったら美味しいのができないっていうそういうね、あのカレー今でも多分探しと、あとインド人完全無視カレーってのがありますので、はいはいはい、でそのパッケージのインド人が私が無視されましたって書いてあるんですよ。それがね、美味しかった、トムヤン君風のカレーで美味しかったです。なるほど、じゃあトムヤン君とかも言えば匂い強いみたいなものですね。強いですよね、はいはいはい、まあ、酸っぱい匂いも匂いですしね、はいはいはい、はい、ということで、はい、で一月まるまる良いんですけれども、特に効果の高い日が今月は2日あります。この日はぜひ食していただきたいと思うんですけども、はい、早い方が16日の日曜日、はい、で、次が25日の火曜日。これが特に4月の中でも効果の高い日です。で逆に4月なのにこの日は逆に避けといた方がいいかなという例外的な日がやっぱり2日ありまして、はい、早い方が13日の木曜日。で、次が22日の土曜日というふうになっております。まあそれ以外は平均的にもう一月ね、そういう匂うものを食べていただいた方がいいという月になりますので。なるほど、4月は日本中が臭くなると思います。まあこんな感じですけども、はい、ありがとうございます。ということは皆さんもね、日本中に匂いを撒き散らしながら4月は生活してください。ということで本日は以上ということで大丈夫でしょうか。はい、結構です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではまた明日、はい、お願いします。明日最後の食って